こんにちは。ちょっと。ヤッホー。う。みやんこ先生ありがとう。虫眼鏡。リコチ新しい顔よ。ありがとう。もうまさにそれなの私今本当に今。顔が乾燥して力が出ない、すっごい乾燥してるんだけど。あ、窓開けようかな。みやんこ先生ありがとう。あやとくんお疲れって、ありがとう。ただいま戻りました。ただいま戻りました。バーチャル背景かもしれんけど家やんってきた。ピースさん星花火ありがとう。トモさんハート、ホワイトはチゴガチかわいいありがとう。ミキちゃん星花火、めちゃキノコさんホワイトはチゴガチハートありがとう。なべなべ所長虫眼鏡ありがとう。スノーさんも虫眼鏡ありがとう。エメーさんも星花火、なべさん虫眼鏡、フリマルおバカさんハート、ヘキゾウさんだるま、リョッピーリリリさんありがとう。帽子、フリマルおバカさんハート、鈴木秀和さんハート、ボヤッキーさん虫眼鏡ありがとう、フリマルおバカさんハート、のりみおさんお疲れ、イップさんが気持ちいい。ちょっと今日はもうしっかりと保湿をして寝たいと思う。なんかもう目の周りとかもう乾燥しすぎて、なんかもうやばいんだけど、なんかもうカサ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 音が鳴りよるみたいな。ちょっとフリマルおバカさん、ヘキゾウさん、フォーユーさん、ピースさん、ミキヤ、なるほどありがとう。ジェリーさん、バラ、サンパチさん、星花火、りょうたくん、星花火、サンパチさん、ハート、間違えた、虫眼鏡、おへそさん、結婚して乾燥しているんですけど。リコパンマンはもう濡れた方が元気出る。金たくさん、虫眼鏡、星花火、のりじいさん、虫眼鏡、金たくさん、ハート、ありがとう。お寿司逆に乾燥さ防げそうじゃない？ねえ、ゆきまるさん、ひろっちさん、ハート、のりじおさん、のりじいさんだった、のりじお、のりしおにしちゃった、ごめんなさい勝手に、ありがとう。お帽子、のりじいさんも星花火ありがとう。保湿しないと乾燥する時期よね。なんか21歳になってからよりなんか乾燥を感じた気がする、感じてる気がする。今までは全然もうお肌めっちゃピチピチ元気みたいな感じだったから、なんか化粧水なんて塗らなくても生きていけるみたいな感じだったけど、なんか急に乾燥を感じています。どうしよう、私ついにお肌の折り返し地点に来てしまったのか。水分ゼロでもいい、おへそさん結婚して乾燥しててちょっと、はあ。草むずヒップさんハート、ひかるさん星花火ありがとう、ひろっちさんハートありがとう。お寿司食べた？もうお寿司が好きすぎて私ダメだ。貝柱さん千万両ありがとう。醤油成分が水気飛ばす、塩分で。髪の毛切ったよ、前髪切りました。なんかちょっと散らばってるんですけど、明日になったらまたまとまると思う。キャー、ふくちゃんかわいいってありがとう。かわいい？金沢さんハート、ひろっちさんハートありがとう。もう肌の曲がり角超えちゃいました。早いかな、91歳になったら3日目のパン、食パン。それは乾燥しすぎなのでは。ここら辺とか特に乾燥してる。ちょっと早くお風呂で保湿してあげなきゃ。金沢さんバラ、ひろっちさんハートありがとう。でもすごい喉とかも乾燥するのです。なんか今日美容院行ってきてたんですけど、なんかびっくりした、喉がヒーってなったから。ゆうちゃんお疲れってありがとう。
曲がり角で、そっからはもう曲がりっぱなしって聞いた。20歳超えたら曲がり角。あ、そうなの。じゃあこれ以上、え、私結構乾燥肌に憧れがあったんですよ急なそう、私結構乾燥肌にそう憧れがあって、結構油田だったんです。油田ロードを歩いてたんですね。でも曲がって結構乾燥の道へ進んでってるんです今。あ、そっちんが嬉しいかも。バリーさん愛してますチャ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 、愛してますですか。ありがとう、ありがとう、愛してくれて。レイベンさん、虫眼鏡、おかくごはんさん、星花火、ひろっちさん、ハートありがとう。え、結構そう、どうしたらどうなるんだろう。でも保湿ちょっと頑張ろう。わたあめさん、結婚してどう、私のどういうところと結婚したがいいんですか。バリーさん、星花火ありがとう。そう、顔が乾燥して力が出ない。サンソンさん、ハートありがとう。だいたい切った次の日ぐらいに馴染むよね。そうだよね。だからちょっとまだ前髪が馴染まないんですけど、これから馴染んでくると思います。そう、ここら辺もね、切ってハゲが隠れるようになりました。ハゲが隠れるようになりました。サンソンさん、ハート。確かにヒルドイド塗ればいいか。コーラ、結婚して、なぜ私と結婚がしたいんですか。私の遺産相続を狙っているんですか。サンソンさん、虫眼鏡ありがとう。ホーユーさん、ハート。ひろちさんもハート。草まずヒップさん、かわいい、ありがとう。3回曲がれば元に戻ってくるさ。確かに、1、2、3、あー、いっちゃった。4回も、曲がるえ、筋体鏡いいじゃん。どんな感じでした。ひよっちさん、ハート。金竹さん、氷ありがとう。保湿しまくろう。ひよっちさん、ハート。私は美容院では一切会話しない派で、今日は初めて自分のホットペッパービューティーで予約してみたんです。でそれで、なんかホットペッパービューティーってなんかあまり話したくないみたいな、静かに楽しみたいみたいなとこにチェックができるんですよ。そこにチェックしたし、職業も何も触れてない、学生とも書いてないしみたいな。そう、リサーチャーさん、星花火ありがとう。カピカピ、乾燥肌に憧れがあったんですよ。そう、ポツコちゃんができないから。そう、あ、山猫坊主さん、なるほど、ありがとう。ただちーさん、ハート。ビッグボスさんも、だるま、ありがとう。あ、乾燥肌憧れていったの叶えとる。今日はなんとストローでお水を飲んでいますなんかそういう気持ちになった。ただちーさん、星花火、ひろちゃん、す、ん、虫眼鏡ありがとう。あ、チェキ替えの申し込みは明日までだって。みんな急いで。体感した19歳過ぎると、人生半分終わってる。いや、もう終わった気分。え、でもまだ濃ゆいから大丈夫な予感はしてる。あれだよね、なんちゃらなんちゃらかんちゃらみたいな。ちょっと待って、私冷房を切る。停止で窓を開ける。外の風を感じたい。何時起きかな。久々の離席です。ごめんね、みんな、ごめんね。ちょっと待って、久々の離席にみんなちょっと歓喜本当に感想で、やばいやばい、離席で大盛り上がりじゃんリサーチャーさん、だるまありがとう。ひろちさん、ハート。フォーユーさん、ハート。ポニーテールしてもさ、剥げなくなるよ多分。いくよ、ほら、ここの毛ができたんです。そう、今までこの毛がなかったんだけど、この毛があるから、ほら、剥げてないと思う。ちょっとここ
こら辺はよくわかりませんが、ハゲてない。ほら、私の憧れ、このちょっとつながりみたいな。ほら、いいじゃん。リサーチャーさん、ひろうちさん、フォーユーさん、ありがとう。でもさ、私ほんとちょっと乾燥対策頑張ろうね。みんなこれから冬になっていくから。綺麗になった、嬉しい。なんか綺麗になるらしいです。ミキヤくん、ハート。マーシー、結婚してどう結婚したいんですか？私の油田目的、油田目当てですか？私の油田肌目当てですか？モスコルさん、帽子。リサーチャーさん、だるま。フリマロバカさん、ハート。マスクメロンやばい、マスクメロンやばいの。ひげもずっと曲がるんだけど、肌。そうそう、職業さ、すごいさ、聞かれてたから、困ってたから、そこにチェックできるの嬉しい。モスコルさん、帽子。大好きかわたろん、大好きわたちゃんさん、結婚して。なんでだ。そう、予約できるようになったの。なんかちょっと美容巡りを趣味にしたい気分になってきました。例えばなんかよもぎ蒸しをしたりしたいなと思ったりしました。金沢さん、ペンライトありがとう。タカピーさん、ハートありがとう。あと整体とか、そう、旅人とか行ってた頃ありました。ほんとありました。うん。あーって名前であれしてるの。名前予約してんの強い。やっほー、金沢さん、ありがとう。コロネさん、わたあめさん、ありがとう。なりとのし、虫眼鏡。わたあめさん、バリーさん、ひろしげさん、くさむずヒップさん、やばいやばい。理石で、フォーユーさん、バリーさん、くさむずヒップさん、マーシー、ボヤッキーさん、ありがとう。理石、貴族、バリーさん、ミラボー、わあ、ありがとう。ともさん、ふぐちゃん、チコがチコい。やばい、喉が。ガサガサ。ふくちゃん、チコがチコい。フォーユーさん、あやとくん。大好き、わたちゃん、こびとさん。奇跡じゃなかった。理石の貴族、理石と貴族がマジで奇跡しちゃった。ありがとう、ミラボー。ひなとトラさん、かわいい、ありがとう。似合う似合う、ありがとう。ホワイトは違うです。似合う、かわいい、ほんとありがとう。そう、触覚。ちょっとリセ、あ、ちょっとコメントちょっと追いつくね。ホワイトはチコガチ、ハートありがとう。ちょポニーテール、これからちょっといっぱいできるようになるね。これのこの毛のおかげで。金沢さん、ハートありがとう。千尋に見えた。ここで働かせてください。面白い。加湿器確かにしようかな。バリーさん、かわいいって、ありがとう。やばいね、喉ガサガサじゃない。どうかな。イサオチ、ハート。本当？可愛さマシマシになってる。偉いね、乾燥対策のセラム。私も普段あんま乳液とか塗らないけど、塗ろうかな。あ、でもジェルが好き、私。ジェル。うん、ジェル。可愛さがカリトロふわふわやん。これカリトロふわふわってさ、たこ焼きにしか言わんやつかと思った。油田目当てですって言われてる。コーラリコチの遺産1万円狙ってます。結婚して、やばい、ついに私の遺産が、遺産相続のお知らせが来てる。やばい、やっぱ刺客が来てます。結婚して、もしかしたらそれだけじゃないかも、この人の目当て。まことさん、虫眼鏡、サバトラ猫、強い。明日は仕事休み、頑張る。あ、頑張るじゃん、おめでとうよ。虫眼鏡、
ハンターさんハートありがとう。そう巡りたい。喉さやばくない？なんか急に乾燥してるんだけど。コンコン結婚してニャ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 。サブトラ猫ちょい明日はお仕事お休み。星花火、猫は猫で猫さん。星花火、殺し屋いいね。殺し屋配信者やばい、ライバーみたいな。マシャさんありがとう。星花火、コンコンハート、マヤさんだるまハート、イサオちゃん星花火、イオンさんうんだるまありがとう。あ、花火職人いいね。なんかよくないですね。コンコン愛してます。どれほど愛しているんだ。バキバキになっちゃった。りょちゃん結婚して、なぜなぜ結婚がしたいんだ。ぶんちゃんハート、え、大阪のお話し会で初めて会えます、よろしくお願いします。あ、湿度がやっぱ下がったのか、水分と卵が。優しい加湿器出すしか。あ、加湿器そういえばおさらばしたかも。そう、実家では全然咳出なかったんですけどね、こっちに帰ってきてまた乾燥してるのかな広島。大丈夫です。つっ強がりみたいな感じになっちゃった。大丈夫です。ありがとう、みんな心配してくれて。草まずヒップさん、岩田さんハート、ありがとう。ほう、今日は古書、古書の日、出さな、かわいい、ありがとう。日向坂46さんかっこいいって、ありがとう。果実さん星花火ありがとう。ふくちゃんチコがチコい、かわいい、ありがとう。いさおち氷ありがとう。え、そういえばまだマイカーの焼肉は、なんか焼肉屋さん見つけましたって連絡が来てたんですけど、もしかしたら焼肉屋さんもう決まってるのかもしれません。そうなったら予算大丈夫、予算大丈夫な気がする。ヒルマイルドか、ヒルマイルド、私はあれ持ってるよ、なんかヒルドイドって、ヒルドイド、ヒルドイドは違う、あ、でもそれももらったけど、ヒルドイ、ヒルマイルドかも、なんかそういうやつ。愛に行きますさん、帽子ありがとうね、のど飴、え、優しいでございます皆さん。ほう、今日は古書の日ありがとう。ハート、顔色良い、ちゃんと、え、小川さんのインスタグラム私との写真載せてくださってたの嬉しい。バディーズさんありがとう、虫眼鏡。あら、私は明日は多分だけど夜配信は遅くなる気がするな。朝はもしかしたら早朝な気がする。カラスさん氷ありがとう。うん、加湿器実は断捨離ました。いらないかなって思って、その代わりあ、でもディフューザーはあります。おめでとうや、新しい顔欲しいです。保湿した方がいいのか、え、今からさ、どうやって保湿したり、メイクの上からでもさ、なんだろう、シュッシュッってスプレー、スプレー振るしか。チョジュンタさんタコありがとう、近々行けるかもしれない。漢字はうん、ポさんじゃない。加湿器さ、もう断捨っちゃったんだよね実は。え、ちょっと今からスプレー振ろうかな、でもうヒルドイドを塗るしかないね。メイク落とす、もう恥ずかしい、すっぴん今さら。あ、私実はあれ持ってますよ、体内から水分補給。わかりました、伊之助、もう伊之助ガチ恋勢です私、伊之助ガチ恋勢です私。パワーワードやって、伊之助大好き。
こっちの伊之助も好きだけど素顔の伊之助ももっと好き。伊之助ガチ恋勢です。保湿ミストシュッシュってしたらいけるかな。確かに、うん、換気した見た。びしょびしょのマスクするしかないか。タイちゃん豚骨スープ結婚してしたいんか、したいんか。加湿器事務所に送ろうかなってめっちゃおもろい。お疲れ様です。お仕事お疲れ様。え、ほんと頑張ったね。超絶可愛く言えたかな。すっぴん、いつもまあすっぴんだわ。今日久々にメイクしました。旧肌日は良かったわ。あるある NKYK さん結婚して、なんでなんで修理屋さん星花火、社長さんハートありがとう。え、全然オンラインチェキ会のコメントぜひいっぱいなんかリクエストコメントしてね。明日までですよ。おん、うん、あれは申し込みは。ツーデスさん氷ありがとう。え、素顔の伊之助初めて見た。美少年なんだよ。ヤマさんハートありがとうね。ね、みんなイノシシで。ヤー君ハートありがとう。いや、もちろん お利口さんが一番ですから。安心してみんな。アビシューさん星花火ありがとう。ヤマさんハートありがとう。イノスケってどこの男よってヤマさんハート、サクリンハート、オットトさんハート、フクちゃんチコがチコイハート、ヨシカナさん星花火ありがとうございます。みんなお話し会でイノシシかぶるか。あ、いいね、保湿スプレーしないと。やばい、売り上げの順位とはなんかすごいリアル。金沢さん星花火、ほうじ茶さん虫眼鏡。でも、でも以前の私だったら本当ありえない順位だと思う。そんな順位、その売り上げの順位ですか。へえ、ごめんなさい今ちょっと今びっくりしてる。わかるの、どこでわかるの。あ、伊之助結婚して、あ、割とガチで伊之助に求婚されたら考えるかもしれん。でも伊之助と価値観の違いで離婚の危機に陥りそうだからやめとこう。もうやめとこう。けほうじ茶さん虫眼鏡、あるある NKYK さんかわいい、ありがとう。かわいい、さくりんハート、いさうちハートありがとう。確かにタオルを濡らして干しておくだけで確かに加湿するし。チェキ会の申し込みは明日までらしいです。たかみーさんハートありがとう。ね、ウケるんだけど。おひさましゅんすけさんハートありがとう。ボタン鍋会場はここですかってそうだよ、ボタン鍋私好きだよ、美味しい。あ、ボタン鍋、ボタン汁。ひろちさんハートありがとう。え、でもイノシシのお肉一回食べたことあります。美味しかったです。美味しかった、鹿のお肉も地鶏も美味しかった。やばい、乾燥しすぎてマジでなんかもう乾燥やばい。善逸はマダム人気高いんだ。あ、そうなんだ。善逸はまあ伊之助の次で、え、みつりちゃん好きよ。みつりちゃん好き、甘露寺みつりちゃん、みつりちゃんになりたい。しょうさんハートありがとう。さくりんさんもハートありがとう。ふくちゃんもハートありがとう。保湿クリームもう塗るしかないね。あ、追いついたコメントに。チェイのサイズはまあこんぐらいかな。チェイのサイズまあ私のほっぺぐらいですね。うん、私のほっぺぐらい。え、じゃあちょっとさ、ちょっと保湿しようよ顔。とうとうさん虫眼鏡ありがとう。ともさんも
星花火ありがとう。乾燥しててもうやばい。え、超うさぎの肉やば。とうとうさん丸メガネ間違えた。丸メガネじゃない、これだるま普通に。おっとっとさん、なるほどなるほどなるほど、ありがとう。寝蔵さん星花火ありがとう。チェイはプニプニしてる、うん、あ割とプニプニしてるかも。いやいや、ごめんなさい。走り出そう。にゃあ、にゃあ。ねえ、みんな、みんな、みんな。寝蔵さん星花火ありがとう。小人さんなるほど、祭り騒ぎなんだが。小人さんなるほど。福ちゃん星花火ありがとう。クソモセイップさんハート。寝蔵さん丸メガネ間違えて虫メガネ。福ちゃん星花火。広重さんハート。やばすぎる、ギフト多種多様すぎる。小人さんミラボーありがとう。大好きわたちゃんハート。バリーさん星花火。ユミコちゃんハート。福ちゃんミラボーありがとう。じわじわじわ来た。もう無法地帯すぎたよ。バンバンバン。ツーデスさんハート。バリーさん星花火。クサマズヒップさんハート。バリーさん星花火たくさん。福ちゃんハート。大好きわたちゃん音符。ともさんハート。福ちゃん星花火。バリーさんミラボーありがとう。走り出した、走り出す。みきやくんハート。いさおちバラ。おりせきさま天国おりせきさま保湿剤ちょっとつけていくしか。ソファーで見てくれてるのいいですね。まずはおでこをあげる。もぐころであげます。コバさん音符ありがとう。帰ってきました。ほらこの毛ができてちょっといい感じです。じゃあちょっと保湿しますよ。おう、サクリンハートありがとう。耳たぶで飛ぶ、ウケる。履歴大好きわたちゃん音符ありがとう。そら豆さんハートありがとう。クククク。ただちーさんかわいいありがとう。君は何を後悔するのか、いい歌ですよ。なんでなんで履歴中に寄付と投げないと。君は何を後悔するのか。乾燥いい感じ。お風呂に水張ってもう浸かるしかない。草まぜヒップさんかわいい。翔さんハート。あやとくんかわいい。コバさんペンライトありがとう。これがあります。私はあ、ヒルマイルドでした。ヒルマイルドローション、うん、スプレー怯えながらスプレーしてるよ。じゃあこれをトン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 日ののんとんしていきます。サクリンペンライトありがとう。あれ読んだよね。あやとくんかわいいありがとう。コバさんペンライトありがとう。ショウさんハートありがとう。草まずヒップさんかわいいありがとう。ヤスくんレインボースターありがとう。ヒルマイドルド、ヒルマイルド、ヒルマイルド。ランコムのパック強。バディーズさんハートありがとう。ヒルマイルド、ここら辺が
おお、チェキ申し込みました、ありがとうございます、嬉しい。おお、もうね結構乾燥してます。なんで YouTube で見て反省会してるの、後悔、いいじゃん。2番の歌詞は「君はどんな後悔しそうなの、今からでもやり直せるだろう、たとえどんな、たとえ何度失敗しても、そうさ誰も気づいてない、過去は過去だ変えられやしない、今度こそは絶対後悔するな、ですよ。シロさんハートありがとう、保湿クリーム塗ってみた。そう、あのね、染み込む、めっちゃ染み込む、めっちゃやかしやろ。そう、あのなんかさ、確かに誰も気づいてないやんって思う時あるじゃん。そう、めっちゃ保湿されたんだけど。おつーさんパチパチありがとう。確かに私のことを表して、大輔さんハートありがとう。そう、もうさ誰も気づいてないじゃん、私の失敗に。なんて、あ、ごめんなさい、だから少々いいかなって思ったりもする。 OK、 お、すごい、ちゃんとちょっと水分をまとってる。でもさ全然ベタつかないから、ほら例えばこうやってつけるとするじゃん、ベタついてないから。やばい、ちょっとの離席で、福ちゃん、星花火、小人さん、ミラボ、バリーさん、星花火、教授さん、星花火、ユミコちゃん、音符、いいユダナさん、星花火、教授さん、ユミコちゃん、ありがとう。ほら一つもつかない、やっぱりベタつかないのでいいですね。あれ、なんか前髪長くない？もうちょっとさ、こっちもちょっと、こっちにも流して。お日様俊介さん、アロマショコラさん、サクリもありがとう。タカケイさん、怪盗にゃんこありがとう。教授さん、氷ありがとう。タカケイさんありがとう。お化け、お化け、お化けちゃん、ね、カバーの写真集出したい、これサラサラ系がいい。教授さんありがとう。あれ、なんか前髪伸びた、ちょっとまっすぐになってさ、ね、これでもう乾燥せず、乾燥気にせず寝れる。あ、まあちょうどいいね、短すぎない。力が出ました、力が出ました。髪伸びるの早すぎないか、もう髪さ、ほんと伸びるの早いよね。サクリン、ハートありがとう。髪短い私も好きでしたか？そんな、いや短すぎたよ、あれは、あれは短すぎて私もふえ大丈夫ってなってた。
薬用リップで保湿。アイルトン佐藤さんハートありがとう。そうやっぱりちゃんとね、顔は保湿して。おーおーおー、顔が保湿されて、ちょっとなんか目の周りはまだカサカサなんですけど、顔が保湿されたことによってちょっと力が出るかも。力が出たならカラオケ配信したらって言われた。確かにいいかもしれない。思春期のアドレナリン、少女はいつだ最高。ケークワトロさんありがとうありがとうございます。なんだっけ、お帽子。前髪良くなったね。よかった、ほんと切って。コバさんハート、タカヒロマックさん虫眼鏡ありがとう。明日の朝はきっと朝ほんと早いと思うんですけど、まだ予定が来てなくって。そうなの、まだ予定が来てなくってさ。私さ今日もすごい寝たよ。昨日はまあ結構早くにお布団入ったんですね、ほんとかなりで。そしてあ寝れないかもと思ってつぶちゃんのことなでなでして、そしたらなんかつぶちゃんもなんかイエーイみたいな感じになって、でそれで私もイエーイみたいな感じに一緒にしてて、でそれでなんかなでなでなでしてて、これでなでるのやめたら「なでないの？」ってこっち見てきて「あなでるよ」それをあの繰り返してて。そうでつぶちゃんももうなんか「リコちゃん寝ないよ」みたいな感じで、なんかあのなんかもう自分寝るポジションに入ったから、ああ誰も構ってくれないと思ってちょっともう寝ました。そしたらもうすぐもう眠っちゃって、私もうなんかいろんなこと考えてたらもうすぐ寝ちゃって。私でそれでもうなんかいっぱい寝れて嬉しかった。いざおち千万両レジェンドさんハートありがとうございます。朝一で映画見に行くは最高すぎる。モニコしてくれるのかよろしく。気温に虫眼鏡ありがとう。つぶちゃんののろけ話しまくります。夜中に早朝予約ちょっと入れないように気をつける。マジつぶちゃんかわいすぎるんだよ。なんかつぶちゃんとママがちょっと外から帰ってきた時に、私がこうやってお布団の部屋にいたら、そこになんかリホちゃんどこかなって、でそれで私のこと見つけた途端リホちゃんめっちゃ走ってきてくれたの。嬉しいと思って、なんかもう嬉しすぎ、可愛かった。走ってかけよっつけてくれるの。わたやんさん虫眼鏡ありがとう。いさおち千万両ありがとう。いさおちハートありがとう。実家に帰ったばっかやっけやっぱ寂しい。わたやんさん星花火ありがとう。若葉さんも星花火ありがとう。かわいすぎる、寂しいです本当に。もう会えないのって。入れていい。つぶちゃんも配信でりこちゃんかわいいって言ってた。本当？うん、もうあのカメ子写真よりもすっごくあのかわいい走り方でした。わーみたいな、わーみたいな、可愛すぎてもう私はメロメロなんで辛い。今もうつぶちゃんがいないのが結構ホームシックですね。ホームシック、あごめんなさい。ポキポキナンバーワンさんハート、メガロドンさんハートありがとう。ちゃんと私って天使、天使の日、今日天使の日だから。お利口さんの可愛く走って近づいてく選手権してね、みんな。つぶちゃんぐらい可愛くしてよね。ハロー、なんか初見さん多い。ハロー、あやばい。ヘロー、スピ
ピード感あるよね。え、ほんともうお肌が保湿されて結構元気かも。タラバガニさん、星花火、メガロドンさん、ありがとう。誰もヘロー。みんなミッションでショーゴールドがたまるの。キラキラ星も飛びさ、飛びさやばい。飛び飛びサービスのことを飛びさって呼ぶの。飛びさ来たかも。明日の、明日の明日の予定を知りたい女。あ、そういえば教えてもらえたかも。てかもう10月なの、やばくない？ミッションってどうやって終わるの？ピカピカ、よし、よし下げ。明日はね、ホワイト、チコガチ、ハート、ポムさん、星花火、クニちゃん、ハート、ポムさん、星花火、イオンさん、パチパチ、クニちゃん、ハート、イオンさん、音符、コバさん、バラ、タカヒロ、マックちゃん、虫メガネ。なんか音楽聞こえる。福ちゃん、ハート、イオンさん、星花火、福ちゃん、ハート、ポムさん、虫、星花火、ありがとう。明日はちょっと調べますよ。早起きが頑張れるきっかけが欲しいよ。あーでも7時とかかな、7時とかかな、7時、早くて6時半とか。早すぎるな。ショウさん、ハートありがとう。アズーラさん、ハートありがとう。やばくない？今年 25% もないの、やばくない？もう残り早ー、早すぎ。うん、配信朝起きれないよ、頑張る。確かにお家何時に出るか、いさおち、ペンライトありがとう。お、本当全然大丈夫。低電力モードになるぐらい、本当じゃん。今年少なすぎる、やばいね。本当に一日一日を本当に大事にしないと。お家出るってな、7時40分とかにお家出るかな。確かに今日今からカバン作りした方がいいよね。目覚ましかけとかないと。本当7時40分ぐらいかな。どうしたらやっぱ6時半とかになりそう、配信。じゃあわしは6時に起きるんか。キャー。でも私今日は髪の毛洗わなくていいんですよ、もう美容院行ったので。髪の毛洗ったりそれで乾かしたりするのに本当に時間かかるから、本当美容院って最高。今からカバン職人するしか。頑張って起きよう。おやすみなさい。えらい子になるしか。今年も残りワンクール、やばい。パピョーンさん、ハートありがとう。でもまだ秋になったばっかだから、冬になったらあっという間だよ。タッツン、パチパチありがとう。今寝るしかない。このお洋服似合ってる、嬉しい。
ぬくみめるさんぐらい綺麗。あれ、ぬくみじゃないよね、ぬくみ。なんかさ、ぬくみ純一みたいな人いたよね。何、めるるさんって、何めるるさんだっけ。たっ、あ、読んだ、ごめんなさい。たっつんハートありがとう。ナンバーワンさんありがとう。お帽子、コバさんだるまありがとう。あ、それな、私も冬大好き冬大好き。あ、ぬくみずさんだ、ごめんなさい全然ちょっとじわってきたかも。さつまいも食べたいよね。パピョンさんハートありがとう。さくりんもハートありがとう。フォーユーさんもハートありがとう。パピョン、ぬくみず陽一さんでした、すいませんぬくみ純一さんじゃないで、ちょっと欲しいんやけど。ぬくみず陽一さんだよね、ぬくみ純一さんじゃなく。え、リラックマの中に入ってる人、知らなかった。カバン作り、お風呂、ゲーム、就寝。そうかもしれない。温水、あ、ノレミオさんなるほどありがとう。なるほどが来た。タラリンさんハートありがとう。カバン作るか。今さ、私のさ、あの、私のさ、あのスタメンカバンがさ、カフェラテこぼしてさ、大汚れなんだよ。だからさ、違うカバンにする、違うカバンにしないと。チェコさん星花火ありがとう。なんか洗濯偉っ。うん、うん、出張はもうないやろ。さくりんさん星花火ありがとう。とんちゃんパパハートありがとう。うん、そう、カフェラテこぼしたの辛かった。なんかそのこぼし方も本当に頭悪くて、本当に頭悪くて、新幹線に乗ってたんですね。でそれで新幹線のあの座席のあのガチャって机が開くじゃないですか。そこにカフェラテを置いてたんです。こうやってカフェオレ、あの紙パック、気になる音楽、気になる音楽が流れ始めたって思った、後悔で。それでそしてこう、もう移動しないと、席を移動しないとってなったからさ、そう、なんか外から気になる音楽流れ始めたんだけど、こうやってあの上げ、机をさ、こうやって上げたらさ、そこにあるカフェオレをさ、カフェオレ、あの忘れちゃっててさ、そう、そのままカフェオレがあるまんま机ガチャって上げちゃって、ガチャって落ちちゃったの、カフェラテが。でジョーキャーもう私びっくりしちゃった。え、白いリュックなのに。ベニちゃん星花火ありがとう。白いリュックなのにってなった。大変でしょ、びっくりしちゃった、本当に。そう、あ、黒いなら大丈夫なんだけど、白いリュックでした。え、そしたらももちゃんが天才で、ももちゃんが助けてくれた。リコちゃんってね、あのお手拭きティッシュをくれました、スマートに。福ちゃんなるほど、ありがとう、ありがとう。か、そう、カバンにね、飲ませてあげた。あ、ごめんなさい、優しい。うん、一度やるんか。そうなの。
でもスマホ持ってるのに探すことはそういうのはないんですよ、もしかしてもう実質を言うと。あ、でも目の前にあるものを探したりはしますね。ねえ聞いて、あ、あ明日、もうやらかしたやらかしたになっちゃった。あのリュックさ、拭けば落ちる素材やと思うじゃん。でもチャックのところはやっぱりさ布でさ、そこからさ中にさカフェラテ入っててさ、次の日の服がさ実はカフェラテ色に染まったんです。明日はね6時半から配信ですね。めっちゃ楽しみ。でもそう中に侵入したの悲しかった。6時半でもう予約するしか。じゃあ私は6時、まあ、15分に起きたらいいかな。おゆうさん、なるほど、ありがとう、なるほど。そうカフェラテの匂いがする。ラクウェルさん、氷ありがとう。無料な香水じゃんって言ってるんだけど。明日の予定聞いた。ゴルさん、ハートありがとう。成田のシンファイト、ありがとう、頑張る。リュックがないのでちょっと違うリュックで行こう。明日は気分を変えて洗わないと落ちるかな。結構放置してるけど。お、え、すでにお仕事頑張って、それは頑張れ案件。もう古いやつに戻るしかないね。6時半にアラームセットする。頑張ろう。なんか知ってる音楽が流れてるんだけど。踊ってあげる。シエ聞こえる？みんな。良くないよね。やっちまった。いらない歯ブラシでシャカシャカするのか。あ、食器用洗剤をつければいいんだね。ちょっと見てみる。あ、聞こえないけどよかった。聞こえなくていいよ。聞こえない方がいい。あ、リュックある。これか。ただいま。ちょっとごめんなさい、皆さんにちょっと隙を与えてしまいましたな。うん、隙を与えてしまった。やばい、めっちゃ隙を与えてしまった。ツーデスさんハート、ゴリラさんハート、ひろしげさんハート、ナンバーワンさんもハート、草間津ヒップさんもハート、福ちゃん、星花火、バリーさん、ミラボ、福ちゃん、サクリ、星花火ありがとう、小人さん、ミラボーありがとう。やばいね、こんなにたくさんも。ちょっと
ボヤッキーさん星花火、サクリンも星花火、バリーさん星花火、ゆめこちゃん音符、ナンバーワンさんハート、福ちゃんミラボ、サクリン星花火、ゆめこさん音符、ゴルさんハート、わわわわ、バリーさん星花火、小人さんミラボー、サクリン星花火、ゆめこちゃん星花火、間違えた、音符、福ちゃん星花火、バリーさんミラボー、ナンバーワンさんハート、サクリンさん福ちゃん星花火、大好きワタちゃん音符、やばい貴族様がナンバーワンさん、バリーさん福ちゃん、ゴルさんコンコン、ポムさん好きが好きなお利口さん、好きがグリちゃん、ヒロちゃん、ポーユーさん、ありがとう、ただいま、アンパンマンと逆です、顔が乾燥して力が出なかったんです、私ハートありがとう、やばいこんなに音が聞こえるなんて、わたやんさんかわいい、ありがとう。でもわかります、この潤い、履歴見て間違いで投げそうになった、大丈夫か、なりさんかわいい、ありがとう、ちゃんと保湿されました、イサオチハートありがとう、潤った、潤いました、あ聞こえてる、私のもプニプニお肌になった、あー明日のお洋服もどうしよう、明日は明日私服じゃないといいんだけど、よさげでございます、こっちのキャーやばい、めっちゃ聞こえてるかな、もしかして大丈夫かな、そう某バンマンと逆なの、私キャー大丈夫かな、キャーも聞こえてる説あるもんね、私のも聞こえてるんだよね、六甲山の仙人さん誰もありがとう、えファーって言って似てるじゃんと思うとキュー、イサオチハートありがとう、アバブロンジェグジーに入る、明日は暑い、結局明日は6時半かも、明日は6時半ですね、すごい本当に今日髪の毛切ってすごいよかった、麹に聞こえてる、え今日もさ実家からさこの部屋この家に帰ってきてさ、相変わらずさその工事日記すごくてさ、えもう何してんのって思った、本当に私もう工事日記ちょっとブン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 、今日めっちゃ音が元気な、何があるの、お21時ありがとうございます、もう21時か、朝配信見て嬉しい、朝配信見てくれてありがとう、お、こんばんは、にゃほ、騒音すごい、いろんな音ばっかり、ペーロンさんありがとう、氷にゃにゃん、そう肌が乾燥した、え消しゴムマジックで消すの、爆音やばい、
あやかちゃんハート、Qさん虫眼鏡、タカさん星花火、あやかちゃん Qさんありがとうございます。お、初見ありがとうございます。サービスブンブンすごかった。インフルエンサーぐらいブン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 。玉ねぎおじさん星花火ありがとう。背中もちょっとそう肌がカピバラペーロンさんハート、カピバラだったけどちゃんと潤った。タカさんだるまありがとう。おお、私本当に、あ、そうなの。サクリンさんペンライトありがとう。もう騒音には慣れてます。みんなにさ見せたいものがある。あ、見て、じゃじゃーん、買った、これこれ買っちゃった。ちょっと笑わせたら勝ちみたいなゲームが始まっちゃった。玉ねぎおじさん星花火ありがとう。水平線の向こうは晴れさんハートありがとう。福ちゃんやばい、このこの離席でさえみんな福ちゃん星花火ありがとう。ゆうじさん千万両、バリーさん星花火、小人さんミラボーマヨチ星花火、ゴルさんハート、マリーさんナンバーワンさん星花火、ナンバーワンさん、カズヒーさんありがとう。星花火になるま買っちゃいました。そう、これは大阪行く前の夜に買ったんですよね確か。サクリンさんありがとう、ペンライト、そうサッシーさんの次の R、 私 R 好きですね、たまらん。サミーさん、ペーロンさんありがとうございます。もういちごミルクを飲みながら食べる。カズヒーさん星花火ありがとう。ペーロンさん誰もありがとう。たしなみ方ですね。アスカさんのことについていっぱい書かれてるの、これ読むのがすごい嬉しくて。シエスタさんありがとう。そう、色気の今時、色気の醸し出し、醸し方、色気の醸し方って何？どうやったら色気って出るんですか？かわいい。ふふふ似合う。色気の醸し方って何？かわいい。どうやったら出るの？出てきてる？出てる？いさうちありがとう、ペンライト。かもすぞって思ったら出る？かわいすぎな、本当に。ありえんほどかわいい。たまらん。朝のネムネムって本当に色気あります。サンソンさんハートありがとう。わーおーって言ったら出てくる。こういうのをちょっとね見て、ちょっと私を勉強してるんですよ。ってしたら出るの？カモシカ。そう、姫さんありがとう、お帽子。サンソンさんハートありがとう。おりゃって言ったら出てくる。セクシータンクローリーを極めるしかないのか。タンクローリー、うわ、秋リゾートがいいらしいですよ。どういう意味なん、このさ言葉が面白いの。どういう意味ですか、言えないぐらいちょっと恥ずかしい言葉がいっぱいある。髪をかき上げる、
ますとか、どんなことばっか言えない、言えないよ。牡蠣リゾット食べたい。私山口県です。岩国ってさ、広島っぽい？もしかして。かわいい、なんか水色がかわいいです。チラチラ、なんかヘルシーな。え、じゃあみんなに今から言ってくよ。なんかこれはニットの種類、色仕掛けニットの種類なんですよ。色仕掛けニットとは、まず一つ目がモコモコニット。広島県岩国市という人います。やばい、あー、もう広島県に入ってるじゃん。毎日配信見てくれてありがとう。愛おしい。ゆるゆるニット、確かにゆるゆる。チラチラニット、ここからちょっとおかしくなっていきます。やばい、チラチラニット、ピタピタニット、ギャー、ラストはスケスケニット。はあ、ニットわー、やられました。あ、そうなの、広島なの。明石家さんまさん、ゆうじさん、ハートありがとう。これはちょっとやられてますな、慣れてるよ。デニム、デニムがいいらしいです。オフィシャルニットはさ、ウイミーさん、おお。大人です。なんかデニムがいいみたいです。かわいい、このデニム。かわいい。私は身長156センチです。ニットいいね。でももうさ、冬だよ。あ、違う、秋です。え、でもまださ、暑くないか。へえ。なんで知ってるの、大人のデニムが流行ってるって。なんで知ってるの。ハムトンさん、可愛いって、ありがとう。ニット確かにチクチクするね。まだ暑いよね。私これでさえも暑いって感じるもん。まだ暑いかもって。ねえ、どういう意味の言葉これ。言えない、自分じゃちょっと恥ずかしくて言えません。いや、沖縄は暑そう。え、でもさ、あれだよね、北海道はもう冬に入りますみたいな。ちくわのニット、チクチクのニット、おー、なんでダメなの。でも
私今もデニム履いてますよ。あ、赤がいいみたい。なんか赤が流行ってるってママが言ってたんですよ。もう本当に赤か、かわいいこの赤。かわいい、赤かわいいです。うん、言えないようなことがちょっと書かれてある。アメトンさん虫眼鏡ありがとう。ユージさんハートありがとう。赤いいですね。赤がいいんですね。なるほど。うん、かわいい。このスニーカーとかプーマ、お客様サービスって書いてる。あ、何お客様サービスって何。ふーん、でもさ、ロングスタースカートってさ、あ、私あんまりロングスカート持ってないんです。マルスイさんありがとう。イサオチ星アナビありがとう。お客様サービスでサービスしてもらえるのか、面白い、ね、マルスイさんありがとう。うん、ワインレッド、え、確かに、え、言えないの、キャーって、うわ、美味しそう。美味しいけどヘルシー、確かに星にも変換する。でも私が言った言葉はさ、そのままピーになってくれたらいいのに。あ、すごい、おお、美味しそう。なんかグルメ本じゃなく、なんかね、ダイエット飯に変わりました。ダウィッチさん星花火、サクリンも星花火ありがとう。美味しそう、本気ダイエット飯みたいな。納豆とかめっちゃ美味しそうなんだけど、納豆食べたくなってきた。ノーネームさん可愛い、ありがとう。急に食に変わった。今ね、でもここら辺です。まだまだ結構いっぱいありますよ。すごい、すごい、みんなしゅ、すごい。今これ読んでます。ゾウさんハートありがとう。イサオチ星穴、間違えた、氷の旗ありがとう。星星星マヨチ星穴火ありがとう。え、村重杏奈さん、素敵や。あ、し、知らぬ間に、知らぬ間に充電が、ただいま、ごめんなさい。みんなどこがすごいかっつったら、ガチ筋トレしてると。全然やらかした、やらかした。ねえ、生き返った、大丈夫。姫さんハート、バリーさんにゃんにゃん、にゃんこ怪盗にゃんこ。油揚げに納豆詰めてカリカリに食べたい。マニョーチありがとう。ミキちゃんありがとう、ありがとう。虫眼鏡、福ちゃん星花火ありがとう。雑誌の中身気になっちゃうよね、ごめん。バリーさん
ありがとう。怪盗にゃんこ、ゆうじさん、ハート、ひろっちさん、ハート、はまやさん、ハート、ふくちゃん、星花火、ありがとう。真剣に雑誌見てたら私も止まってた、ごめんなさい。ありがとう。衣食住の順番なら住、住むところ住むところ、うん、充電、あ、もうほんと保湿された、よかった。あ、あすかちゃん、さくりんさん、ありがとう。星花火、としさんも虫眼鏡ありがとう。あ、 D マガジンで絶対見れる。シーメンさん、星花火ありがとう。みんなはどんな一日ですか？私は明日から頑張って自分のあの頑張らないとって思ってます。明日からまた頑張ろうと思った。マットレスの改善必須？確かに。こんな一日でした。いや、どんな、衣食充電、マジで衣食充電です。本当に充電が一番必要。小型ペンギンさん、ファイトありがとう。福ちゃん、ハートありがとう。なんかあと改めて感じたのが、なんか休養には3日ぐらい必要です。だからもし例えばみんなが土日休みとかの2日間ぐらいしか休みがなかったらさ、え、みんな休めてる？大丈夫？と思うみんな大変だと思う。私はさ、だってさ3日ぐらい休みでしたよ。ここ3日、ここ3日休みだったから、もうめちゃめちゃ眠れたし、めちゃめちゃもう休養できたんですよ。だからみんな足りないでしょうって思う。サクリン、ヒサウチ、ハートありがとう。でもそのおかげで本当に私なんか体の調子がよくって、なんかこの前ももちゃんと話した時、もくもくぞうさんありがとう、星花火、なんか疲れが溜まってる時は顔がむくむみたいな話をしてて、確かにそうだなと思って。私焼肉食べた次の日とか全然むくまない時あったし、むくまないと思ったし、なんか昨日とか一昨日とか結構朝起きたらむくんでることが多かったんですよ。そんなしょっぱいもの食べてないので、昨日の、あ、今朝全然むくんでなくて、あ、なんか、あ、疲れが取れたからかなと思って。だからなんかデトックス、やっぱりその寝ることによってさ、デトックスがされるじゃないですか。だからさ、それであの寝ることで巡りが良くなって、それで私あのむくみ、むくまなくなったのかなと思って、なんか大事だなと思った。ゆうじさん、ハートありがとう。そらなるさん、だるまありがとう。ね、休みの、お休みの大切さがちょっと分かりました。そらなるさんありがとう。だるま、お、3連休お疲れ様。そう、やっぱりしっかり休まないとね。 0.5 休みはやばい。しっかり休んで、3連休の3日目とか何していいかとか。確かに私はもうとりあえずもうダラダラと過ごす、ダラダラと過ごすのが一番です。さらなるさん、ふくちゃんもありがとう。気を抜くことできました、休養できました、しっかりとしたお休みを取ることできました。だからすごいもう今調子が良い。だらけるの私もめっちゃ得意。調子良すぎて今本当に何でもできる気がしてる何でもできる気がしてる。そう、 いびき聞こえません、ポポちゃんのいびき。もうフットワーク海外行けるぐらい、もう本当にすっきりごちした。カラオケするしかない。カラオケ、カラオケ鑑賞配信したいんだよ。いつがいいか、ここら辺濃厚ですね。
ここら辺のこうなんかおおお3連休素晴らしい、よかった。でも確かになんかさっきコメントで推し活してたら、仕事に推し活してたらもう休みなんてないみたいな大丈夫、カラオケ配信したい、あとみんなの聞きたい歌チェックしておきたい。サッシーさんハートありがとう、カズさんお疲れありがとう、ルーカスさん虫眼鏡ありがとう、ルーカスさんハートありがとう。ね、2日だけだとさ回復できずに終わるよね。久しぶりソファーに横になってだらけで見て、そしたらもう一度も目覚めることができなくなっちゃうよ。ユージさんだるま、アッキーさん星花火ありがとう、サッシーさんルーカスさんありがとう。もう目覚めることができなくなるよ。皆さんチェキ会よろしくです。唐突にいざおちバラありがとう。そう、実家でゆっくりした分もう広島で頑張ろうと広島に帰ってきました。カズさんいいねありがとう。あれいざおちバラありがとう。草松ヒップさんハートありがとう。新曲カラオケ歌いたい、いつ出るかな、多分だけど11月1日以降かな。喉大事にする、ありがとう。ほんと今なんか喉がさカサカサしてるもんね。ハディさんハートありがとう。今夜何時に寝よう、今夜確かに今21時半、うん、明日は6時、私管理っていうね自分だけの LINE グループがあって、そこにね管理してるんですよ。明日は6時起きなので、まあ23時までに寝れたらいいなと思います。今いい感じ、あらお疲れ様、お疲れ様、お休みカラオケ確かにリリース日どうなるだろう。リリース日はさ選抜特権のお役目があるぞきっと、わかんないけど、普段私はお家に引きこもってその配信とかされてるのを見たりしてたから、リリース日をもしかしたらその新曲選抜メンバーのお役目があるかもしれないよ。ナンバーワンさんありがとう、回復薬、バディーズさんハートありがとう。ゴルさんハートありがとう。22時には明日の準備を始めて寝ましょう、わかりましたおやすみなさい。ねえ、どうなるんだろう、己の責務を果たすしかない。え、まだでも、え、びっくりしちゃった、どこまで読めた。ご飯、終わっちゃった、かわいい、急に触り心地が変わりました。なるほど、あ、
さんがいる、指原さんがいる、ご飯、たけしさんハートありがとう。おやすちメール送らないとね、確かにもうこんな時間。やすくん、たけしさんハートありがとう。責務を果たすしかない。いる、わっ、京子ちゃんがいる。ジャンピンさん、星花火、パニーさん、ハートありがとう。京子ちゃんがいる。京子ちゃん、いつにも増してお姉さんだね。イサオチ、ハートありがとう。京子ちゃん、いつもと雰囲気違うね。京子ちゃん、そのニットとっても似合ってる。はい、京子ちゃん、そんな目でどうやって、どうして僕を見つめるんだ。かわいい、眉毛がかわいい。京子ちゃん、あの京子ちゃんです。かわいすぎる。かわいい、お洋服似合ってる。かわいいです。タンクローリーの京子ちゃんがいます。かわいい。このお洋服とっても似合ってる。かわいい、このヘアメイクも似合いすぎに。あー、一ノ瀬美久さんですね。あの一ノ瀬美久さんのこれ、マジ最高なんだけど、俺得すぎて無理なんだが、斉藤京子さん、一ノ瀬美久さん、森田ひかるさんが来るので、ちょっとやばい、俺得なんですけど、俺得案件なんですが。トシさん、ハートありがとう。ちょっと俺得見させてもろて。かわいい、かわいすぎる。可愛すぎます、俺得案件。顔が可愛いよ。可愛いよ。やばいやばい、買いに行こうかな。ほら、すごーい、R 天才ですよね、本当に。わかるんご。トモさん、ハートありがとう。ケンタッキーさん、氷ありがとう。あ、白飛びしてた、ごめんなさい。星花火ありがとう。大好きバタちゃん、音符ありがとう。この森田ひかるさんの、ひかるの目を見てます。
だ。ビルコーさんハートありがとう。なんか宣伝、確かに宣伝になってる。めちゃめちゃじっくり読んでる。ごめんなさい、いっぱい見てる、ごめんなさい。もう配信中にオタクしてます。熟読中、熟読してます。ビロコーさんハート、アジターさんペンライト、福ちゃん星穴 B、 サクリンハート、ホワイトシゴガチ、なるほどありがとう。ゴルさんハート、サクリンハート、熟読しちゃう、萌えです、萌えてます。福ちゃんも星花火、小葉さんも星花火、ありがとう。もうオタ活してます。どこまで読んだっけ。あ、ここ、わかる、はい、そこまで。え、終わったよ。カン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 。次は。キャー。終わった。好きです。イサオチハートありがとう。読めた、読めました。イサオチありがとね。ちょっと熟読、熟読です。ひき肉です。いいね。でも色気の出し方は分かんなかった。とりあえずなんかニット、肌を見せるみたいな、ピチピチニットみたいな、スケスケニットみたいな、そういうのしか分かんなかった。うん、でも良かったですね。キヨに、なるほどってありがとう。なるほどね、カモシ出てるんですか。えー、キョコロヒー見てないです。かき氷にハマったって言ってるんですか。キャー、垂れ目メイクがあれなのかな。かもし出せるかな。ピチピチスケピチ、あ、ひな先輩に聞こう。福ちゃん星花火ありがとう。あさりこちゃん明日久々にするよ、6時半から。ひろふみさんハートありがとう。色気出てた、と出るの。こばさん音符ありがとう。にじみ出るものよ。うわ、全てを知ってる先輩、色気先輩から来た。色気先輩、色気はにじみ出るものよ。ありました、ただいま勉強中。今、あ、もう21時過ぎてるんですね。見て、私さ、スマホのさストラップにこれつけてる。
ひな先輩、ひなせんは大人です。ひな師匠です。ししょぴよさんです。 R さんの R すごい、 R さんの R、 待って、メール送りたい。 R すごい、私雰囲気好き。そういえばさ、STU 内で MBTI 診断流行ってません？みんなの MBTI 知れて嬉しいから、私も送っちゃおうかな。私はね、ENFPT でした。コンコン星花火、ナンバーワンさん星花火、ゆきまるさん星花火、ひろふみさん、だるまありがとう。こっからさらに出ると緊張もんですけどしなくていいのに。でもさ、なんかソファーに飾ったらさ、ベローンってなってきちゃうからさ、ちょっと綺麗にな、あれしたいので、ちょっと我慢する。コバさん音符ありがとう。ヒロミさんハート、コンコン星花火、ナンバーワンさん星花火ありがとう。油まみれにならないように気をつける。6時半からあさりこちはちょっと久々なので不安です。アジポンさん氷ありがとう。シャクリンも氷ありがとう。あ、星花火ありがとう。コンコンナンバーワンありがとう。そう、リネタンが言った。私は ENFPT の運動家さんなんですけど、え、広報運動家じゃなく運動家なの私。明日は家出発、7時出発。え、でも7時半とかまでするつもりだから全然余裕だよ。福ちゃん、いさおち、ハートありがとう。 MBTI 診断はなんかあれです、自分の性格の診断、どういうタイプか。なんか私は運動家は熱意にあふれる性分の持ち主で、マジでそう、熱意にあふれすぎててやばい。クリエイティブかつ自由奔放で社交的です。マジでそう、クリエイティブなんだなのかな、わかんないけど自由奔放だよね。新しい顔ありがとう。で、社交的、確かに社交的だ。笑顔になれる理由をいつでも見つけられます。マジでそう。なんかちょっと落ち込んでうーって時も、え、なんか気づいたら自分で笑顔になってること多い。こういうことしたら笑顔になれるからみたいな感じで、なんか、え、マジでそう。トシさんハート、福ちゃんハートありがとう。やばいね、マジでそう、やば、うん、本当に当たってます。ショルームで離席するのは自由奔放以外何者でもない。まさにだよ、そうだよね、まさにだよ。うん、自分で、え、嬉しい、自分で自分のご機嫌取れるのは大人の証。ちょっと自分でやっぱりね、自分のご機嫌はね、やっぱ取っていきたいよね。大人だね。カズさんいいね、ありがとう。大人になりたい。お、選抜褒めてありがとうございます。リコちゃんしかおらんちゃうって、これ当たってるよね、やばいねこれ。でもクリエイティブ、確かになんかちょっといろんなことに挑戦したくなる、クリエイティブかもしれない。私もこれリネに送りたい。でもなんか ENFPT の T が、私は慎重型らしいです。結構慎重らしいよ、なんか結構考えて、なんかそういうとこビビリみたいな風に、なんかあっと驚く奇跡が起きる。運動家さん、でも私確かに社交的か。でもさ、なんか休む時はなんか一人で休みたいみたいな、なんか疲れたなって思った時はどうやって休むかみたいな質問が来た時に、私はなんか選択肢ではなんか家で休むみたいな、静かになれるところで休むとか、なんかあの賑やかな場所に行くみたいな。そうで、確かに私は一人で休むに入れたんですよ。私結構内向的かなと思ったんですけど、社交的みたいです。まあそうだよね。イサオチハートありがとう。確かにショールームでいろんなおもちゃ見つけるのはクリエイティブかも。
うくすつぬさん虫眼鏡、りゅうちゃんも虫眼鏡ありがとう。確かにそう、繊細だからちょっとビビり、確かにビビりだよね。りゅうちゃん虫眼鏡ありがとう。でもなんか急に大胆じゃない？ビビりなくせに急に大胆。グーさんありがとう、お帽子。うくすつぬさんありがとう、だるま。ハートもありがとう。確かに結構考える時あるし、一人になる時間も確かに大事。みちゆきさん氷の旗ありがとう。うん、そういう時間がないとだよね。お仕事頑張ってってらっしゃい。あ、爆発力、そう、これを昨日の夜やってみたんだよ。アーナに LINE しよう。アーナに LINE します。アーナに LINE しました。ケンちゃん虫眼鏡、福ちゃん星花火ありがとう、みちゆきさん星花火に虫眼鏡ありがとう。確かに STU のこと、私が最近ね STU のことについて悲しいのは、なんか STU のことをSTU に優しくしてって言いたい、みんなに。なんか多分思うことをいっぱいあると思うし、 STU48 に対して思うことたくさんあると思うけど、優しくしてって思う。なんかさ、ツイッターでさ、結構なんか自分がフォローしてないなんかポストもなんかタイムライン流れてくるようになったじゃないですか、わかります？でそれでさ、いろんな人のポスト、普通になんかファンの皆さんのポストとかも見れるんだけど、その時にもう否定的すぎるよみたいな、そんなちょっと STU に急にないちょっとなんか STU にちょっとなんか優しい気持ちが持てなくなっちゃったみたいなポストをちょっと最近見かけるのが多くて寂しいんですよ、それが。で中にはそれに対してなんだろう、何、皆さんみたいな、こういう意見があるんだったらみたいなで、優しい、なんか直接言ってみるのはどうですかみたいな、ポストだけでも何でも始まりませんみたいな、クックックックって思ったんだけど、そう、なんか否定的な言葉を よく見るようになって、ダメだよ、みんダメだよじゃないけど、まあ自由だけど、自由だけど寂しいと思った。そう、タイムラインおすすめの方、そう、おすすめの方、私、そう、福ちゃん星花火ありがとう、ケンちゃんありがとう虫眼鏡、ヨウくん星花火、人ぶよさんも星花火ありがとう、ナンバーワンさんハート、ケンちゃん虫眼鏡ありがとう、そうなの、ゴマさんだるまありがとう。でもそう、まあ気にしなくていいのか。でもさ、ひどいって思って、そう、頑張れ頑張れって応援してあげて、いさおち、だるま、ごまさんもだるまありがとう、暖かい金曜日さん帽子ありがとう。
てよポテト頑張ってるんだからって。そう、さくりんさんペンライトありがとう。でもなんかそっか、なかなか難しいのかな。なんかまあ受け流してるんだけど、でもかわいそうじゃん。 STU が、 STU だって一人の人間よ。STU だって心はあるんだよ。しんやさんハートありがとう。厳しいよね、急に厳しいから。別に私に対してのアンチとかじゃなく STU に対してだから。私の愛してる人なんだ、愛してる人、愛してるグループなんだからさ、私の愛してるグループのこと優しくしてよって思ったりして。そうそう、協力して STU を応援してあげて思うんだ。タラリンさん星花火ありがとう。シンヤさんもハートありがとう。サクリンさんペンライトありがとうね。そう、しかもなんか私にすごい優しい人が STU に対してすごいボロクソ言ってるの見て、え、私への優しさは何みたいな。そう、確かに応援してくれてる気持ちは強いのか。え、難しいよね。そう、でもチーム STU48 でファンの皆さんもひっくるめチーム STU48 だからって。そう、確かに。でも私にはすっごい優しいこと言ったりしてるのに STU にはバチボコに悪口言ってるから、ピュアリコちゃんはもうびっくり。ハリーさんありがとう、お手紙ありがとう。たくさん、確かにすっごく STU が好きだからこそだよね。そっか、そうだよね。いっぱいもう言いたくなっちゃうのか。そう、困っちゃった、それ見て。おーって、確かに、まあ、ほっとけばいいか。でもそういうのがさ、よくさ、ポスト、なんかおすすめのそのポストのタイムラインでさ、タイムラインのおすすめの方によくよく出てくるからさ、って思って生きてる最近。そう、それが最近の悩みですね。テイカーさん虫眼鏡ありがとう。しゃあなしかーって、おすすめ見ないことにしてる。それいいね。セブンイレブン、うん、強いでしょ。テイカーさん虫眼鏡ありがとう。確かにおすすめ見ないのがいいのか。もうフォローしてる。え、でもさ、おすすめにさ回ってくるのでさ、可愛いさウサギのツイートとかもいっぱいあるからさ、ちょっと急に、そう、可愛いウサギのツイートとかもさあるからさ、それはちょっと。え？なんか急に新しいの、新しいんだけど。急にまた新しいことを知ったんだけど、やばい。ゆうたさん、だるまりゅうた、あーもうそういう感じに、もうちょっと非表示にするしかないのか。そう、かわいい。待って待って、何、ニューウェーブプロジェクトって何の話。ニューウェーブプロジェクトって何の話。 3.5 期みたいな話になってるけど、これは 2.5 期ちゃんだよね。 3.5 期は面白い。焦った。ニューウェーブプロジェクト、またなんかオーディション始まるのかと思っちゃった。にゃち、やばい、メールあと2通送らないと。送らせてくださいまし。
送っていい？あつしさんハートありがとう。あ、フォロー中のリストしかないじゃんか。言って大丈夫？うん、ツイッターで見たの。3.5 期生ちゃんかと思った。あつしさんハートありがとう。じゃあメールお楽しみに。わし？受ける？あ、ではメール送ります。カズさん似合う、ありがとう。福ちゃん星花火、イサオチハートありがとう。ね、カメコの写真私も見てた。千穂美中工藤っていう、私工藤なんと思った。千穂美中リコチにしてあげてよ。急に工藤面白い。あ、全然気にしてないので大丈夫ですよ、安心してくださいね。亀子さん自重してるの？なんで？森本マリーさん、いつかお話ししてみたいです。モビさんハートありがとう。楽しみだ。サクリンハートありがとう。ナンバーワンさん、あ、ありがとう。花束ありがとうございます。福ちゃんハートありがとう。ゴーラーやばい、私もゴーラーかもしれない。そうなったらマトリックスやばい。
ゴーラーに入れてもらえますか。ゴーラー、ゴーラー、かきゴーラー。あー、つぶちゃんがかわいい。つぶちゃんの写真を見てつぶちゃんが可愛いって言ってます。よし、おやすちメールだよ。もう広島のかき氷、アイムスノーも食べたいし、まだ食べたい。ジョージ、ジョージさん、ハートありがとう。名前じまり。ブラックマンバのきなこ餅も美味しかった。そう、あ、やばい、22時のチャイム鳴ってる。広島22時になりました。ここら辺かな、かき氷としたら。みんなありがとう。福ちゃん、ほじゃなびありがとう。ほんと姉妹、嬉しい、そんな風に言ってくれて。歌い上げてる表情も好き、嬉しい。でもみんなのおかげでカメコさ、すごい、みんなのおかげでいっぱい見れて嬉しい。カズさん音符、 OP さん虫眼鏡、ジョージ、ジョージさん氷ありがとう。え、 MBTI 仲介者、 NFPT みたいなやつ、 INFPT? わかんない、仲介者いいね。仲介者って優しい人が多い気がする。にゃ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 、すごい、22時の広島のチャイムが鳴り始めた。それな、かき氷が動詞になっちゃう。あ、そうなの、嘘、とびとび、うん、しょびしょぶ、間違えた、しょびしょぶやばい。手動とびとびサービスですか、ありがとう。手動とびとびしてくださったんですか。手動とびとび、とびとびって言うとしたら手動と混じってしょぶしょぶって言うと言っちゃった。どういう意味ですか。やばい人から飛んできた、こんにちは。選抜おめでとう、ありがとうございます。激ヤバ先生ことまりもとさんから来ました、ありがとうございます。ありがとう。また新たな駆動は私が設定してみた。え、手動飛び飛びありがとうございます。ひとぶよさん、星花火ありがとう。森本マリーさんからありがとうございます。かき氷嬉しい。こんにちは、自己紹介、 ST48 のやばいやばい一言、駆動りこです。面白いんだけど、自分でやばい人ってさ言ってるの面白い。なるなりさん、星花火ありがとう。やばくはないんですけど、あ、選抜に、はい、入りました、ありがとうございます。しゃぶしゃぶ食べたくなってきたね、わかる。手動そとびとびありがとうございます。しゃー、選抜おめでとうってありがとうございます。そう、選抜に入りました。そう、なんか選抜に入るまでの道にすごいいろんな、あのいろんな、もういろんな、あの本当茨の道でした。みんなの、みんないろんな人に出会ってすごい嬉しかったです。ゆうさん、明石家さんまさんありがとう。チェスシオンさんもありがとうございます。ノーネームさん、パチパチありがとう、ありがとう。だるま、だるま、明石家さんまさんありがとう。でもそう、本当にやばやば飛び飛びサービスって言われてるんだけど、本当にあのありがとうございます。おめでとうって言ってもらえて嬉しい、ありがとう。みんないろんな、本当、あーやばい、あー売り営業が入りました。今ただいまチェキ会受付中です。そう、私が初選抜に選んでいただきました10枚目シングル
STU48 10枚目シングル君は何を後悔するのか発売記念オンラインチェキサイン会が開催されます。10月14日の14時から皆さんのチェキにカキカキさせていただきます。その様子はその様子はショールームで全世界に発信されるんですけど、なんとそのチェキ会明日の22時59分まで受付中なのでもしリコちゃんのチェキ欲しいな、君は何を後悔するのか聞きたいなと思ったらぜひチェキ会待ってます。なんなんさんハートありがとう。もう世界で一つしかないチェキを皆さんにお送りします。やすくん氷ありがとう。大変なことになっちゃうの。 HMV にて購入できるらしいです。はーさんお疲れありがとうございます。そう感じで後悔どうやってか HMV で検索したら購入できます。でもこれはもうとりあえず私が初選抜に選ばれたよっていうことだけもう皆さんに知っていただけたらなと思います。本当にみんなのおかげです。ありがとうございます。アジポンさん氷イサオチさんハートありがとうございます。 HMV オンラインにて ST48 と検索していただけると、待って自動飛び飛びサービス失敗とかあるの嫌なんだけど。フォーメーションはどこかで見られるの。STU48 はフォーメーションは公開されないタイプなんですよ。そうなんです。私は下手の端っこです下手の端っこです。オッチーさん氷ありがとう。ハンターさんハート。ヤスくん氷。ヤスベイさんも氷ありがとうございます。そうなんよ、ありがとう。ヤスベイさんヤスくん氷ありがとう。そう後悔の面白いんだけどそうなんです。ナンバーワンさんありがとうございます。確かにニコ生の定点はまだ見れる。ニコ生の定点、ニコ生で ST48 のその君は何を後悔するのか初披露の定点映像はまだ見れます。ナンバーワンさん帽子。サイザイさんありがとうございます。花束。そうなんです、ツアー千秋楽のアーカイブで新曲初披露がニコニコ生放送で見られるんです。ぜひ見てみてくださいね。いろんな歌番組に出て皆さんに見ていただきたい。じゃあやばいやばい、もうこんな時間だ。楽しみ楽しみ。 MV 確かにいつ皆さんに見てもらえるかもしれない、見てもらえるか分かんないけど楽しみにしててください。スージーさん花束ありがとう。青のすみかありがとうございます。ハート青のすみかさんありがとうございます。ねえ私はねもう寝ますよ。青のすみかさんハートありがとう。ちょっとねデートの誘いが来て嬉しい、ありがとう。ぜひよろしくお願いします。アルフォンスさん星花火ありがとう。実はねみんなが来てくれたんですけども、終わろうとしてるんです。シンバルさんハートありがとう。カエルになった。そう明日は6時半から朝配信します。頑張る。どうなるんだ。そう6時半から朝配信頑張ります。
あー、館内デビルもよろしくお願いします。顔はね、潤いました。ヒルマイルド塗った、めっちゃ潤った。朝配信、朝定食、そう、朝定食ほど美味しい朝配信、ぜひ見てください。起きれたらぜひ。早起き頑張る。あ、メールも読んでくれてありがとうございます。嬉しい。書いてることが面白い。顔が乾燥して力が出ない。もうめっちゃ乾燥してたけどね、潤いました。安心。じゃあ今からお風呂に入って寝る準備をしたいと。かわいい、かわいい。寝たいと思います。えらい、5時。やすくんハートありがとう。今からお風呂に入って寝たいと思います。朝チャイルド、昼マイルド。おもろい。早く寝ろ。ありがとうございます。工藤はね、わかん、何パンマンなんだろう。濡れせんべいマンかもしれない。ねずおさん、ポムさん、ヨミコちゃん、大好きわたちゃん、おっとっとさん、マルスイさん、ノーネームさん、教授さん、ズーデスさん、若葉さん、ユウジさん、ヨウくん、ゴルさん、トシさん、バディさん、成田のし、喉大事にね、ありがとう。玉ねぎおじさん、のりめおさん、ひなとトラさん、マーシー、きよにー、ただちーさん、チェコさん、フォーユー、早朝リコ選手配信待ってるね、ありがとう。ぼやっきーさん、みちゆきさん、あやたくん、まにょち、くさむぜヒップさん、かずさん、ホワイトはチコガチ、わたやんさん、ハリーさん、そして本日の秋元先生枠はナンバーワン先生です。ありがとうございます。やすくん、いさおち、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はコンコンでした。コンコン、ありがとう。第2位はサクリンでした。サクリン、ありがとう。そして第1位はふくちゃん、チコがチコイでした。ありがとうありがとうございました。みんなのおかげで嬉しい。白黒さん、星花火、わたあめさん、ハート、いさおちもハート、ありがとう。ありさん、ハート、かずさん、ありがとう、ありがとう。お、リンハート、もびさん、だるま、ありがとうございます。じゃあ早く明日朝頑張って会えるように寝ます。うしろんさん、お手紙ありがとう。じゃあ本日も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おやすちー、おやすちなさーい。あじぽんさん、ハートありがとう。えいえい、おやすみー、おーやすちー。やすくん、ハートありがとう。健やかにー、お寿司食べたーい。おやすちー、喉いたわる、おやすちー。健やかに。やすくん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。にゃんにー、健やかに。たんねー、おやすちー、お寿司ー。